ウクライナ軍がブフレダルの 50% を制圧し、クルスク地域で顕著な進展を見せる中、ロシア軍の防衛線が崩壊の危機に直面しています。この劇的な展開は戦争の転換点となる可能性を秘めており、ウクライナの反攻作戦の成功を示す重要な指標となっています。まず、ブフレダルの戦略的重要性について詳しく分析してみましょう。ブフレダルはドネツク州に位置し、交通の要所として重要です。この都市を制圧することで、ウクライナ軍はドネツクへの攻撃の足がかりを得ることができます。また、ブフレダルはロシア軍の補給線を脅かす位置にあり、その制圧はロシア軍の後方支援を著しく困難にします。ウクライナ軍がこの都市の 50% を掌握したことは、単なる領土の奪還以上の意義を持ち、ウクライナ軍の戦略的優位性とロシア軍の防衛能力の低下を如実に示しています。ウクライナ軍の進撃の経緯を見ると、その戦術の巧妙さが際立っています。彼らは精密誘導兵器や無人機を効果的に活用し、ロシア軍の防衛線を突破しました。特に注目すべきは、ウクライナ軍が都市戦において示した適応力です。彼らは建物から建物へと慎重に進み、市民への被害を最小限に抑えつつ、ロシア軍を徐々に押し戻しています。この戦術は国際社会からの支持を維持しつつ、軍事的目標を達成するという難しいバランスを見事にとっています。最新の動向を見ると、ウクライナ軍はブフレダルの中心部に迫っており、重要な行政建物や戦略的拠点の多くを制圧しています。ロシア軍は激しく抵抗していますが、その防衛線は日々縮小しています。特に注目すべきは、ウクライナ軍が都市の南部と東部で大きな進展を見せていることです。これらの地域はロシア軍の主要な補給ルートに近く、その制圧はロシア軍の戦力維持をさらに困難にするでしょう。ブフレダルの制圧がドネツクの戦局に与える影響は計り知れません。まず、ブフレダルを足がかりとすることで、ウクライナ軍はドネツクへの攻撃を本格化させることができます。また、ブフレダルの制圧は、ロシア軍の防衛ラインに大きな穴を開け、ウクライナ軍が周辺地域への攻勢を強化し、ロシア軍の防衛を分散させることを可能にします。さらに、ブフレダルの制圧は、ウクライナ軍の士気を大きく向上させ、反対にロシア軍の士気を低下させる効果があります。これは今後の戦闘でウクライナ軍に有利に働くでしょう。一方、クルスク地域でのウクライナ軍の大進撃も戦局を大きく変える可能性を秘めています。クルスク地域はその地理的位置からロシアの南部軍管区への玄関口となっています。この地域でのウクライナ軍の進展はロシア本土への直接的な脅威となり、ロシアの戦略的自由度を著しく縮小させます。また、クルスク地域はロシアの主要な補給ルートの一つであり、この地域でのウクライナ軍の進展はロシア軍の補給能力に深刻な打撃を与えることになります。ウクライナ軍のクルスク地域での作戦は、その正確さと大胆さで注目に値します。彼らは高度な偵察能力を活用して、ロシア軍の防衛の弱点を特定し、そこを集中的に攻撃しています。特に効果的だったのは、ウクライナ軍の電子戦能力で、ロシア軍の通信システムを混乱させ、指揮系統を分断することに成功しました。これにより、ロシア軍の組織的な防衛が困難になり、ウクライナ軍の突破を容易にしました。さらに、ウクライナ軍は地域住民の支持を得ることにも成功しています。
彼らは民間人への被害を最小限に抑える努力を続けながら、解放された地域での迅速な人道支援を展開しています。これは単なる軍事作戦を超えた包括的な地域安定化戦略の一環と言えるでしょう。このアプローチは国際社会からの支持を強化し、ロシアの解放者としての主張を効果的に反論しています。ロシア軍の防衛線崩壊が意味するものは極めて重大です。まずこれはロシアの軍事的優位性の神話を完全に崩壊させます。ロシアが誇っていた世界第2位の軍事大国としての地位はもはや維持できないでしょう。次にこの崩壊はロシア軍の内部問題を露呈させています。補給の問題、指揮系統の混乱、兵士の士気低下など様々な問題が表面化しています。これらの問題は短期間で解決できるものではなく、今後のロシアの戦争遂行能力に長期的な影響を与えるでしょう。両地域の進展はこの戦争が新たな段階に入ったことを示唆しています。専門家たちはウクライナ軍の戦術を高く評価しており、特に注目されているのはウクライナ軍の柔軟な指揮系統です。彼らは現場の指揮官に大きな裁量を与え、状況に応じた迅速な判断を可能にしています。これはより硬直的なロシア軍の指揮系統と対照的で、ウクライナ軍に大きなアドバンテージを与えています。また、ウクライナ軍の技術的優位性も専門家たちから高い評価を受けています。彼らは西側から提供された最新の装備を効果的に活用しており、特に精密誘導兵器と無人機の運用ではロシア軍を圧倒しています。この技術的優位性は今後さらに拡大する可能性があります。多くの専門家は今後の展開においてウクライナ軍の優位が続くと見ています。特に冬の到来前にウクライナ軍がさらなる進展を見せる可能性が高いと指摘されています。これは冬の厳しい気候がロシア軍の補給問題をさらに悪化させる可能性があるためです。また、ロシア国内の政治的圧力もロシア軍の作戦に影響を与える可能性があります。戦争の長期化に伴う経済的負担と兵士の増加は、プーチン政権への支持を低下させる要因となるでしょう。一方、ロシア軍の対応策は限られています。彼らは動員された予備役兵士を前線に投入していますが、これらの兵士の訓練不足や装備の不足は深刻な問題となっています。また、ロシアは戦術核兵器の使用をちらつかせていますが、これは国際社会からのさらなる孤立を招くリスクがあります。さらに、ロシアの武器庫は枯渇しつつあり、特に精密誘導兵器の不足が指摘されています。これはロシア軍の攻撃能力を著しく制限することになるでしょう。ウクライナ軍の精密攻撃能力と防空システムの成功が、ロシアの戦力に壊滅的な打撃を与えています。ロシア本土の石油貯蔵所への攻撃や S-400 レーダーの破壊など、これらの作戦はロシア軍の戦力を直接的に削減することに成功しています。これらの攻撃はロシアの兵隊に直接的な影響を与え、前線の軍隊が持続可能でなくなる危険性を高めています。総じてウクライナ軍のブフレダルとクルスク地域における進展は、この戦争におけるウクライナの優位性を象徴しています。ロシア軍の防衛線が崩壊の危機にある中、ウクライナの反攻作戦は着実に成果を上げており、戦局のさらなる変化が期待されます。国際社会の支持を得ながら、ウクライナはその戦略的目標に向かって着実に進んでいると言えるでしょう。最近のウクライナによる攻撃は、その攻撃能力が飛躍的に向上したことを示しています。これらの攻撃の対象となった貯蔵施設は単なる民間の施設ではなく、
ロシア軍の燃料補給に直結する重要なインフラストラクチャーです。その破壊はロシア軍の機動力に深刻な影響を与えると考えられます。戦車や装甲車、補給トラックなど燃料を必要とするすべての車両の運用が困難になるため、ロシア軍の作戦能力が著しく制限されることが予想されます。さらに、これらの攻撃はロシア本土が安全ではないという心理的影響をもたらすでしょう。ウクライナ軍が使用した武器システムに関しては、専門家の間で活発な議論が行われています。長距離巡航ミサイルや改良型の2チャンネル KAU ミサイル、新型の長距離無人機などが候補として挙げられていますが、正確な情報はまだ明らかにされていません。それでも、ウクライナが従来考えられていた以上の長距離攻撃能力を獲得したことは明らかです。この能力は、西側諸国からの技術支援や、ウクライナ自身の軍事技術の発展によって得られたものとされています。ロシアの補給線に対する影響は甚大で、燃料不足は前線でのロシア軍の作戦能力を著しく制限します。特に、機動性や大規模な戦闘作戦が困難になることが予想され、さらに補給トラックの運用が制限されることで、弾薬や食料の供給にも支障をきたす可能性があります。これらの攻撃はロシアの戦争遂行能力全体に疑問を投げかけており、自国領土内の重要施設を守れないという事実は、ロシア軍の限界を露呈させています。次に、S-400 レーダーの破壊について詳しく見ていきます。S-400 はロシアの最新鋭防空システムで、その探知能力と迎撃能力は多くの軍事専門家から高く評価されていました。このシステムは 400km 以上の範囲で目標を探知し、最大 250km の距離で迎撃が可能です。また、同時に最大80の目標を追跡し、そのうち36の目標に対して誘導弾を発射できる能力を備えています。このシステムの中核をなすのが 96L6 レーダーで、その破壊は S-400 の機能を著しく低下させます。ウクライナ軍がこのレーダーを破壊したことは、単なる装備の損失以上の意義を持ちます。それはロシアの最新鋭防空システムに大きな穴を開け、ウクライナ軍の航空作戦に大きな自由を与えることになります。この攻撃の成功は、ウクライナ軍が高度な電子戦能力を獲得したことを示唆しています。S-400 のような高度なシステムを攻撃するには、その電子的な防御を突破する必要がありますが、ウクライナ軍がこれを成功させたことは、彼らの電子戦能力が飛躍的に向上した証です。また、このレーダー破壊は、精密誘導兵器の使用を示唆しており、96L6 レーダーの破壊には高度な精度が要求されます。これは、ウクライナ軍が西側から提供された、または独自に開発した高性能な精密誘導兵器を保有していることを示しています。